ライスシャワー。ライスシャワーは、日本の競争場。1992年の喫下賞。1993年1995年の天皇賞。春と、中央競馬の長距離 GI 競争に優勝した。喫下賞では、日本のブルボンのクラシック参観。聖波。1993年の天皇賞。春では、メジロマックイーンの同競争三連覇を阻止したことから、四角。 またその両レースをレコードタイムで勝利したことら、レコードブレーカーの異名を取った。主戦騎手は、的場人氏。1995年に出走した宝塚記念の競争中に骨折、予後不良と診断され安楽死となった。同年、JRA 賞特別賞を受賞。1989年3月、栗林運輸会長の栗林秀夫が、 北海道の堀別市に所有するユートピア牧場に生まれる。小柄ながら健康で、近隣の牧場から訪れた人々からも、体育のバランスの良さを高く評価され、購買の申し入れもあった。1990年10月末には、育成調教を行うため、千葉県にある文章、大東牧場に移動。外見では、体の硬い馬という印象を与えていたが、担当者によれば騎乗してみると、 雲の上に乗っているような気分だったというほど、柔らかかったという。また、性質的に順地に全く手がかからない馬であり、育成の進捗は常に、束よりも殺菌していた。育成を終えた後、1991年3月23日に、茨城県美穂トレーニングセンターの飯塚義嗣の元へ入球。4月4日には、ライスシャワーと馬名登録された。これは、 結婚式のライスシャワーのように、本場に触れるすべての人々に幸福が訪れるようにとの意味が込められていた。遺説として、秋篠宮文人新王と、の子この結婚の時期であったため、祝賀の気持ちを込めたとも言われている。飯塚は、ライスシャワーの印象について、男馬にしては、体が小さい。それもあって、大物感はなく、もちろん、グレードレースで、どうの、 といったことは少しも考えなかった。ただ小さいけれど、いかにもバランスがいい体型なので、うまくいけば中堅クラスまでは行くかな、と思いましたよと述べている。担当休務員となった、川島文夫は、体の小ささが目について、期待よりも、不安の方が大きかったという。状況が積まれ、3歳戦が始まる7月の、札幌開催にはデビューを迎えられる状態となった。 しかし7月の初旬に熱発を起こして、札幌での初戦は見送られ、デビューは1ヶ月後、8月10日の新潟開催で迎えた。当日は、飯塚球者所属であった若手騎手、水野隆博を安城に2番人気に支持される。ここは、先行作から最後の直線で第一疑問を首させり落とし、初戦勝利を挙げた。 重症初出走となった2戦目の新潟3歳ステークスでは、水野が前日に起乗停止処分を受けたことから急遽、菅原康夫が代役を務めた。当日は3番人気に押されたが、スタートで遅れて後方からのレースとなり、馬群の内側に包まれたまま11着と敗れた。3戦目に、格上挑戦で出走した不要ステークスでは、騎手が水野に戻ると、 最後の直線入り口で先頭に立ってから、一番人気アララットさんとの競り合いを制し、二勝目を挙げた。この競争後に、右前足の骨折が判明。全治3ヶ月と診断され、トレーニングセンター内での療養が図られた。翌1992年3月29日、4歳となったライスシャワーは、サツキショーへのトライアル競争、スプリングステークスで復帰する。 若手の水野では二が重いとの判断から、ベテランの柴田正人が起乗した。的場人しにも声がかけられていたが、的場は戦略があるとの理由でこれを断っている。この競争で美穂のブルボンと初対戦したが、同馬が二着に七場審査をつけて勝利した後方で四着となった。柴田正人は、この勝負では美穂のブルボンとの差は決定的だが、この先体調も良くなり、 レースの距離も伸びれば、かなりいいところまで行く馬だと思ったよ。僕はもう札幌賞、ダービーに乗る馬が決まっていたんで、この馬に乗るのは多分この一回だけと思ったけど、もう乗らないのが惜しい気持ちになったものと実感している。自走、クラシック初戦の札幌賞より、的場一氏が騎手を務めた。この競争では、最終コーナー手前から失速し、日穂のブルボン優勝の後方で発着。 東京優秀、日本ダービーへのトライアル競争、NH 杯でもやはり発着となった。的場は、この結果について、最初から、過度の期待はしていなかったとし、このままじゃ、本番、ダービーも苦しいかなと、相手の実力を比較して考えましたと述べている。5月31日に迎えた。 日本ダービーでは18頭を立て16番人気の評価だったが最終調教でライスシャワーの調子が上がっていることを感じた的場は位置で粘り切ることが馬の力を引き出す一番の方法だと思って逃げたミホノブルボンに続く2番手でレースを進めた最後の直線ではミホノブルボンとの差を詰めることができず後方から追い込んできたマヤノペトリウス田原正規騎場に一旦はかわされたが 最後に失速した同馬を差し返す形となり二着で入選。日本のブルボンとのバレンハイト千五百八十円という波乱の立役者となった。的場は、もし田原騎手がブルボンを任すのは無理と、照順をブルボンではなく僕らに向けて二着狙いできていたら、おそらく楽に捉えられてしまっただろうし、そういう意味では、この二着はラッキーであったかもしれないとしながらも、 日が経つにつれて、この馬で、あの見放のブルボンに、参観最後の菊花賞でなんとか、立ち向かいたいという気持ちが、僕にも強く湧いてきたと実感している。夏は休養のため、大東牧場で過ごし、7月下旬に帰休、9月24日にセントライト記念で復帰した。この日、的場は、函館山菜ステークスに出走するインターマイウェイに帰乗するため、 函館競馬場に降り、安城には代わって、田中勝春を迎えた。レースは、日穂のブルボンの両馬、レガシーワールドが先行し、ライスシャワーは、第三コーナーからこれをトライに動いたが、頭さ届かずに着となった。ライスシャワーに起乗せず、函館に行った的場に飯塚は不快感を示し、競争後には、騎士交代が取り沙汰されたが、これを知った的場が飯塚に謝罪したことで、事態は、 収集、主戦騎手は、的場のまま末置かれた。的場は、この件について、ライスシャワーはもう必要な教育がすべてできているので、ある意味では誰に手綱を譲っても安心である。しかし、若馬はそうはいかない。もしも何かのきっかけで、レースが嫌いになったら、悪い癖がついたら、能力がある馬でも、それを出し切れないまま終わってしまうかもしれない。 どうしても僕らは心配性になってしまうし、先々を考えて選択したつもりだったと述べている。騎手が的場に戻った、自走、京都新聞杯では、美穂のブルボンと四度目の対戦となり、同馬に次ぐ二番人気に支持された。結果は美穂のブルボンから一馬新反差の二着となり四、連敗を喫したが、喫下賞は、ライスシャワーに向き、三保ノブルボンには、 不向きな3000メートルの長距離となることから、的場、飯塚ともに、本番での逆転に自信を深めたという。11月8日の菊花賞当日は、史上5投目、無敗場としては、史上2頭目のクラシック三冠達成がかかった、ミホノブルボンが、単勝オッズ1.5倍の1番人気に支持され、ライスシャワーは7.3倍と離れた2番人気であった。レースは、 逃げ馬であったミホノブルボンに先んじて、競泳傍岸が先頭を奪い、ライスシャワーは5番手という展開となる。2周目の最終コーナーで失速した競泳傍岸を、ミホノブルボンがかわして先頭に立ったが、直線半ばでライスシャワーがこれを差し切り、一馬身一、4差をつけて優勝。重勝初制覇をクラシックで果たした。優勝タイム3分5秒0は、 当時の死は三千メートルにおける日本レコードタイムであった。またこの勝利は、ニ本のブルボンのデビュー以来八連勝、三冠を阻止し、その競争が生活における唯一の黒星を与える結果ともなった。的場は競争後のインタビューにおいて、ジンバともども、なんとか、ニ本のブルボンを任してやろうという気持ちでいたんですが、それが実って本当に嬉しいですね、と語ったが、三冠達成への、 期待が高かったことから、競争後の場内には、拍手もなくて、ブーイングのような雰囲気、栗林育子、今までにない、ちょっと何か、おかしな雰囲気、小島貞宏も漂った。年末には、グランプリ競争、有馬記念に出走し、東海帝王に次ぐ2番人気に押された。しかし、的場が、後方に位置した、東海帝王の不調に気づかず、スパートが遅れる結果となり、 発着に終わった。的場は、この競争について、僕が乗った中で、ライスシャワーに対して、最も失礼なレースだったと述べている。小馬となった翌1993年は、天皇賞、春を目標に据え、目黒記念より指導。負担重量は5 9ラムと過去最高であったが、的場は、天皇賞制覇のために、自力で、勝負できる、格、が必要であると考え、 相手を喫下を三着馬の待ち金担保医座に定め、これを自力で追走し差し切る競馬を試みた。結果は二馬身半離されての二着であったが、調整途上でもあり、陣営には納得のいく内容であった。続く、日経賞で初めて一番人気の指示を受け、これに応えての勝利を挙げた。自走はかねて目標としていた、天皇賞、春となり、 同競争に連覇していたメジロマックイーンを意識して徹底的に追い込む調教が行われた。しかし、あまりの厳しさから馬をいじめすぎではないかとの批判が上がり、メジロマックイーンに勝つ前に馬が潰れると揶揄されたほどの過酷な内容であった。しかしこの調教が功を奏し、天皇賞当日は前走から1 2ラム減、東京優秀以来となる4 3 0ラムと、 極限まで削ぎ落とした話体での出走となった。この時のライスシャワーについて的場は何か猛獣というかすごい生命体というかそばに近づいた時から火でも吹かれるんじゃないかってそんな恐ろしいような雰囲気がありましたが乗ったらもう馬じゃない別の生き物でしたよ。これで下手に怒らせたら指や足を食いちぎられるんじゃないかと思ったぐらいと述べまた飯塚は当日馬を見た時 これは、すごい、と思ったよ。走るという気力というか、迫力というか、見た目にはそれまでと特別変わっていないんだが、内から溢れ出るものがすごいんだ。この時初めて、今日は勝つ、と確信したよと述べている。また富士テレビ系列放送で実況を担当した杉本清は、この時のライスの体は、まさに研ぎ澄まされた鋼のようでしたと述べている。 当日はメジロマックイーンに次ぐ2番人気に支持された。レースは前年の有馬記念を制したメジロパーマーが逃げ、メジロマックイーンはこれを見る一段の中に、1、さらに、ライスシャワーが、その直後につけた。周回2周目の最終コーナーでは、完全にこの3頭が抜け出したが、直線半ばでメジロマックイーンをライスシャワーが捉えると、ゴールでは2番身半の差をつけて優勝。 同馬の天皇賞、春三連覇及び安城、竹豊の五連覇を阻止した。総派タイム3分17秒1は、菊花賞に続き再びのレコードタイムであった。ゴールの直後、杉本清は、関東の四角、ライスシャワー。天皇賞でも、圧倒的な人気のメジロマックイーンを破りましたと、実況。この競争以降、ライスシャワーには、四角という異名も冠され。なお、 マトバは、ライスシャワーを、悪役、敵役とする味方に不快感を抱いていたと言い,い、実著の中で次のように述べている。天皇賞後は、放牧に出され、9月初頭に帰球。秋初戦のオールカマーでは一番人気に支持されたが、道中で後続を大きく離して逃げた、ツインターボを捉えられず、勝った同馬から6馬進弱の差で3着となる。春秋連覇を目指した。 天皇賞では、再度一番人気となったが6着と敗れ、以ゴジャパンカップ、有馬記念も14着、8着と大敗した。飯塚は、当時の状態について、見と目は普通、というか、春と、ほとんど変わらない出来なんだが、どこか足りないというか、本当じゃない。調教も走るし、内臓だってまるで悪いところはない。そうなると、精神的な原因ということを考えたが、 それが何かわからない。そういう状態が、このシーズンずっと続いたと述べている。翌1994年の初戦は、関西の競馬場が合っているのではないかという飯塚の考えにより、再下して、阪神競馬場で行われた京都記念に臨んだ。結果は、前年の菊花賞馬、美和早秀の5着となったが、的場によると、直線の動きは、一瞬あれ、というところがあり、 もう人を追いすれば伸びる予感があった。長いスランプだったけど、心あたりがトンネルの出口かとも思ったという。京都記念の後には、状態の向上が見られ始め、関東に戻っての日経賞では、最後の直線で先頭に立ち、差し込んできた、ステージチャンプに花さの2着と、復活の兆しを見せた。この後は、連覇がかかる、天皇賞、春を目標に、関西馬の調教拠点である。 立東トレーニングセンターに入り状況が積まれたが、天皇賞の前週である4月16日の調教中、3歳児に骨折した右前肝骨に再び故障を発生する。3歳児とは異なり競争生命を危ぶまれる重傷で、この時点で引退が検討され、守護場となる道が模索された。しかし、長距離競争以外の実績に乏しかった点や小柄な馬体が敬遠され、 受け入れ先が見つからず、現役続行が決定する。その後は、ユートピア牧場に移動して療養。復帰は翌春になると見込まれていたが、予想より回復が早く、10月末に帰球を果たした。2ヶ月後には復帰戦の有馬記念を迎えた。この年史上5頭目のクラシック参観を達成した、成田ブライアン、当時最強牝馬と評されていた菱アマゾンに続く3着となった。 しかし1995年の年明け2戦ではいずれも一番人気に押されたが、それぞれ6 0ラム、5 9ラムという、金量も響き、いずれも6着と敗れた。2年振りの出走を決定した天皇賞、春では、前哨戦の阪神対賞天を圧勝していた、成田ブライアンが故障により回避。主力は不在の中、4番人気の評価であった。 逃げ馬が不在であったことからレースはスローペースで推移。ライスシャワーは2周目の交渉面で行く気を見せたことから、的場はこの瞬間の馬のやる気に乗って、その勢いでゴールまで粘り込むという一種の奇襲戦法を取れば、わずかだが勝つチャンスがあると考え、第3コーナーから800メートルのロングスパートを仕掛けた。最終コーナーで馬群から抜け出して先頭に立ち、 最後の直線で逃げ込みを図ったが、最後は追い込んできたステージチャンプと内外馬体が重なった状態で入選した。この時ステージチャンプに起乗していたエビナ・正義がガッツポーズを見せたため敗れたと思われたが、写真判定の結果わずかに先着、貴様なしており、1993年の同競争以来728日振りの勝利で復活を果たした。 喫茶は約10センチメートルという僅差であった。競争詳細は第111回天皇賞を参照のこと。かつて福永洋一が日本ピロムーテを借り、似た作戦で菊花賞を制した前例はあるものの、京都競馬場の長距離戦で第3コーナーから仕掛けることはセオリーを無視した、非常とされており、的場はスパートを実行するまで、 ゴール直前で誰かに刺される光景を思い浮かべ、言い訳の言葉も考えていたという。的場は後に、あの機場は、もし、ライスシャワーが絶好調だったら、絶対に選ばなった乗り方だ。でもそのまま無難に乗っていたら、おそらく気がいいところだったと思う。かつ確率が、あの乗り方なら少しは高くなる。その一点にかけて、僕らは勝ちに行ったのだと述べている。天皇賞の後は、 疲れが見られたことから、放牧に出ることも考えられていた。しかし宝塚記念のファン投票で1位に選出されたこと、またこの競争が、当年1月に発生した阪神、淡路大震災の影響で、例年開催の阪神競馬場ではなく、得意の京都競馬場での開催となっていたことから、出走が決定する。他に、金層の重量からは妨害の軽量となる 56kg で、 出走できることもあり、さらに守護入りが再度検討された際、やはり中距離競争での実績が必須であると結論付けられた事情もあった。宝塚記念2日後の6月6日には、種母入りへの支援を申し出た日本中央競馬会の短者がライスシャワーを見に来る予定となっていた。当日は3番人気に指示され、レースでは後方を進んだ。的場は、 最初のコーナーを回った時点で様子がおかしいことを感じ取り、今日は勝つどころじゃない、慎重に回ってこようと考えたという。第三コーナーで、ライスシャワーは自らスピードを上げたが、直後に前のめりになり、一旦体を起こした後に転倒。左第一子関節解放脱臼、粉砕骨折を発症しており、診療所まで運ぶことができず、 その場に万幕が張られた中で安楽死の措置が取られた。的場は打撲で済んでいたことから、その最後を見取り、泣き殻を、馬場から運ぶ、馬運車に深く礼をしたまま見送ったシーンが映像に残されている。担当休務員の川島は、手綱を握りしめたまま泣いていたという。その死後、この年の JRA 賞において、特別賞が贈られた。また、 京都競馬場の職員たちの発案により、翌1996年9月7日には、京都競馬場内にライスシャワーの威発が収められた記念碑が建立された。また、故郷、ユートピア牧場には墓、母ライラックポイントの墓も共にあるが、育成場であった大東牧場には、栗林秀夫、育子夫人の手により建立された記念碑がある。他にも、 茨城県の美穂トレーニングセンターには、ライスシャワーを管理していた、飯塚義嗣の手による記念碑があり、栃木県大田原市の黒羽、スプリングスには、供養塔が混流されている。特に、京都競馬場内の記念碑には現在でも多くの喧嘩、備え物がされている。2010年の菊花賞当日に行われた、京都クラウンプレミアムの競争名は、 歴代菊花賞優勝馬を対象としたファン投票の結果、ライスシャワーメモリアルとなり、当日にはライスシャワーへのメッセージが募集され、それらは競争後にユートピア牧場のライスシャワーの墓前に備えられた。タイム赤字は、レコード、当時 BR は 3kg 減量を表す。優勝した喫下賞、天皇賞、春はどちらも3000メートル以上の距離だったため、 純然たるステイヤー、長距離向きの馬であるとされる。競馬評論家の大川慶次郎は、ヘビーステイヤーと呼び、競争番組が年々間、中距離変調に向かっていたことから、最後のステイヤーとも呼ばれた。飯塚義嗣は5歳秋以降の不振について、一つの問題としては、やはり出るレースの距離が合わなかったと述べている。一方、的場人氏は、あの馬が三千じゃないと走らないとかいうのは、 人が勝手に言ってること、2000メートルのレースでも、もし万全の状態で出ていれば十分勝負になるのが、この馬と述べている。また、日本中央競馬会が発行した、ポスター、ヒーロー列伝のキャッチコピーが、よど愛した、孤高のステイヤとされているように、京都競馬場を得意とする馬とも見られていた。京都競馬場における、ライスシャワーの優位性について、的場は次のように述べている。 宝塚記念試行前の京都競馬場は2週間で3つのコースレコードが出るなど非常に馬場が硬くしまった状態にあった。また前日のメインレースの半球杯でもバンブー友人が故障し安楽死処分となった。これ以前から JRA 主催競馬場の馬場は硬すぎるのではないかという批判がありライスシャワーの骨折はこの高速馬場に原因があったとしてレース後に 非難の声が上がった。その一方で故障とババとの因果関係は不明であり、短絡的な批判であるとの意見もあった。作家の月本博氏は、こうした人々を単純な論者と呼び、JRA はおそらく世界でもトップのレベルで、競争場の故障とババの関係を研究している。故障を避けるために努力を続けている JRA の力が及ばず起きてしまう事故もないとは言えない。 事故の原因をしっかりと探ることは必要であるが、必要以上にセンティメンタルになっても仕方がないということは確かだと述べている。また、日本中央競馬会の広報誌、優春で、京都競馬場がレポートされた際には、記事を執筆した辻谷明人が、ライスシャワーの事故にも触れ、最近は、ライスシャワーに限らず、馬が故障するとすぐに、馬場状態が云々される傾向がある。 ババは口をきかないし、とりあえずババのせいにしておけば傷つく人がいない、ババの担当者は、いい気持ちではないだろうがという子もあるだろう。もちろんババ、あるいはババを酷使せざるを得ない現状にいくらかの原因があるのは否定できないだろうが、何でもかんでもババのせいにしてことたれりでは、逆に競馬の進歩を阻害することになるだろうと述べた。また同志上で、 イギリス人キシュアラン・ムンローに行われたインタビューでは、記者から日本はババが硬すぎるなどの批判が国内であることを聞かされたムンローが、ババのことについて言えば、日本のババが他の国に比べて特に硬いというようなことはありません。アメリカなどはどこへ行っても硬いし、だから骨折なんて日常茶飯事です。もちろんイギリスにだって硬いババはあります。だからそういうことを言う人がいるのなら、 その人は、多分ババのこととか、世界の競馬のこととかをよくわかっていないのだと思います。と述べ。天皇賞での復活劇から高まりつつあった、ライスシャワーの人気は、死を契機として頂点に達し、京都競馬場の記念飛行流等の一員となった。一方、この現象については、ライスシャワーの死が過剰に美化されているとの意見が、存在しており、ライターの北野海人は、 ライスがああやって悲惨に死んだことだけをびっかして、ライスは永遠に不滅ですなんて取ってつけたように、英遠融資するのはやめようよ。意外なヒール伝説の本質を忘れて、レース中に死んだというごく日常の事象だけを取り上げて、ブルボン・マック・イーン以上に正当な英雄として仕立て上げる。これはライスシャワーという馬の本質からかけ離れた無意味な崇拝でしかないと述べている。また、 須田孝雄は、執筆隠しで不快感をあらわにし、その理由として、それは、要するに、利己的な目的のために過ぎないからだ。悲劇に酔うために、ライスシャワーを利用した。そう断定してもいいと思う。だって、元気で走っている頃、ファンはどれだけ、ライスシャワーに思い入れを抱いていただろうか。ブームには明らかに基盤になるものがないと述べた。また、一部ファンからの非難が、 旧社関係者に及んだため、須田は、こうしたファンに対し、ファンの干渉に、本物の関係者を巻き込むなと批判した。さらに、ライスー報道の一つ一つが、驚くほどにタッテイストで統一されているのは、どうしてなのか、経済動物論のように、本来競馬を支えている、基本理念みたいなものが罪悪視されている状況は、どうなのか、と、マスコミも同時に批判し、一連の、 ライスシャワーブームを全体主義的と評した。記者の片山良蔵は、志半ばで散ったライスシャワーをかわいそうと感じるのファンなら、当然のことで競馬雑誌のファンの声欄にそうした意見が溢れるのは健全な流れ。しかし、ジャーナリズムに携わる人間までがセンチメンタリズムに流されるのはいかがなものだろう。君のことは一生忘れない式の文章が氾濫したことしたこと。 そんな敬語を使えば馬のことを親身に思っていると錯覚させるようなテクニックはプロの文章家のものとしては見苦しく感じられたとマスメディアを批判した。日本中央競馬会が2000年に行ったファン投票による名馬選定企画20世紀の名馬大投票では13,442票を集め11位にランクインした。 結果についての公表会の席上では、吉沢ジョージが一番驚いた結果として、ライスシャワーの順位を上げ、どうしてもこの馬が11位の馬とは思えないんです。もっともっと上位に来たるべき馬がいると思います。これはちょっと納得できないですね、と述べた。これに対し、聞き手の有うエスケは、非合の死を遂げたという影響があるとし、他にも競争中の事故が原因で死亡した馬が、 数々ランクインしていることを取り、作家の吉川亮はこれを日本人的美徳と評した。リアル社大の産区は当時長距離競争において抜群の成績を上げており、ライスシャワーはその代表であった。また母の父マルゼンスキーも長距離に優れた適性を示した産区が数々おり、共にスピードを備えた長距離馬を出すことで知られた。母ライラックポイントは 現役時代に通算39戦4勝。1982年優秀品馬にも出走したが、17着と惨敗した。ライスシャワー以外の主なサンクは1989年フラーカップ2着のクリダリア、父日一和氏二2勝、ライラックスマイル、父とニービン、4勝がいる。前述2頭に加えて3頭の品馬が繁殖入りしている。また、 引退後に、乗用馬となった、ラベンダーポイント、父のオアテンション、2章は、ライスシャワーの2位として、テレビ朝日のサンマの何でもダービーに出演した。いとこに1990年京都大障害、秋を買った、クリバロン、三大母栗の星の、全愛に1952年のクラシック2冠ばくりの、花がいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。